皆さんこんにちは、トリスケです。本日もゲーム実況やっていきたいと思います。本日は監禁中ですね、チャプター3の4からやっていきたいと思います。はい、前回ですね、燃え盛る火を濡れた毛布で消して、サヨがこう眠ってる、なんか薬近く置いてから、なんかいろいろあるんだろうなと思いますが、とりあえずスマホを手に入れたのでね、この早速ライムで連絡を取っていきたいと思います。はい、いっぱい連絡来てるね。さ、月野からまず。ちゃんと水と酔いざまし飲んどけよ。俺今何もない部屋に監禁されてんだけど。え？これもうね、バカかって思うよね。きっと友達とかもね。くそ、お前ついておくんだったな。俺って飲み比べの後、どうなったんだ？お前がぶっ倒れてしばらくした後は解散になったんだ。お前は歩いて帰ったぞ。酒のせいか、記憶が全然ない。俺はまた帰り道に襲われたってことか？どうなってんだよ、一体。もう訳がわかんないよ。まあ、そうだよな。辛いよな、本人はな。まあ、まずは落ち着けって。それが落ち着いていられないんだ。今度はサヨも巻き込まれてるんだよ。は？サヨも？サヨはどうしてるんだ？サヨは寝てるというか、気を失ってるのか。いくら揺さぶっても起きないんだ。おいおい、倒れてるやつを下手に揺さぶるのは良くないぞ。ひとまず毛布か何かかけておいてやれ。毛布は水浸しにしちゃったんだ。危うく火事になるところでさ。火事？すぐに消したから無事なんだけど。無事ならいいけど、発火原因は何だったんだ？そういや、消すことに必死になってて確かめてないな。ああ、確かに何が原因で火ついたんだ？豚の貯金箱あったね。今日の飲み会場所わかる？駅の横にある居酒屋だよ。サンキューまで送ってたの。はいはい。そら、俺が呼び潰れた後どうなったんだ？俺また変なとこいるんだ。で、返信待ち。で、竹内。飲み会お疲れ様でしたね。私、フェイマスな企業に落ちてからというもの、落ち込んでいたんですが、今日のマーベルさん飲み会で、マーベルさん仕事に出会えた気がするんですよね。私にはきっと、接客という意外なジーニアスがあるに違いありません。酔ってるのか？売り盛り成果にはやっぱり落ちたか。まあ、そりゃ仕方ないよね。酔っ払ってません。ところで、俺また監禁されてるんだけどさ、ほ、実にケアレス。コーシャツにかけますよ。あなたはどれだけ皆さんを悪者させる気なんですか？ちょっと英語弱いから、何言ってるか全然よくわからん。ダメだ、何を言ってるのかわかんない。あ、一緒でよかった。そんなにふざけて、まさかまたお前が監禁してるのか？はい、返信待ち。桜木、酒戦は次回に持ち越しだ。寝てなければお前に勝ってるのは俺だったから。すぐ勝負したいところだけど、監禁されてて無理そうだ。どういうことだ？今、サヨと二人で監禁されてるんだよ。サヨも？わかった。サヨがいるなら別だ。状況を話せ。女が関わると途端に態度を変え上がる。まあ、わかりやすくていいよ。サヨが倒れてて、ぐったりしてるんだ。倒れてるだ？薬で眠らされてるみたいで、だから早くこう出たいんだ。だったら手がかり的なもんでも探せよ。助けようにも助けらんねえだろ。よし、とりあえずライムは変身し終わったから、さあ探索パートに戻りましょう。空から変身が来ないな。仕方ない。部屋の中を調べながら待つか。さ、サーチスタート。さあ探索モード。まず豚の貯金箱見たい。豚の貯金箱？いや、硬貨の投入口がないな。何？お、開いた。灰皿か。変わった形だな。あ、じゃあこっから火がついたのかな？なんで写真撮らないんだ？なんでもいいから写真撮ってくれ。こん中は、まずはライト。スタンドライトだな。そしてパソコン。モニターは？パソコンを見ればこの部屋について何かわかるかもしれない。電源スイッチはどこだろう？ここじゃない？パソコン電源を入れた。お、そして？パスワード入力してくださいか。パスワードはちょっと後でだね。この下は？引き出しの中は空っぽだった。右下は？ああ、両方空っぽか。じゃあ、続いて、まあ、作用だね、まず。薬の確認。薬？酔いつぶれた俺と違って、作用は飲み会で酔っていなかった。作用だけこの薬で眠らされたのか。カシャ。はい。後で教えてね、みんな。作用自身は？作用。こんな至近距離で作用に近寄ったことがないから、少しドキドキするな。あう、何？なんだ今の音。怖い。何？違う、ここだ。猫だ今の。
なんだこれ。猫、猫、猫ドア。なんて言うんだ。まあ、待つか。これは家具はないのに植物あるんだな。一体何の植物だろう。はい、パシャ。もう何でも写真撮っとこう。さあ、まあ、猫。猫は？これ多分猫の声だよな。多分。ちょっとこんな怖い音出しちゃって。外一回行ってみる？特に変わりはなさそう。一回戻るか。あ、怖いな。この音楽やめてくんないかな。それ、わら人形回収しとこう。カシャ。さあ、これも。はい。カシャ。これも取れるもん全部取ったんじゃないか？こっちの部屋のここか。靴も何もない。全部のタタップしても何もない。玄関は開かない。この鍵とか取れないか。足跡は？足跡はこっからついてるよ。床が汚れてる。だいたい写真撮ったよな。あとなんかやることあるかな。さっき危なかったな。カーペットが焦げてしまっている。まあ、ここをなんか開けたいとこだけど、すごく小さいけど扉みたいだな。お、小さな扉の奥は覗き込んでみると、横に細長い空間がついているようだ。見える範囲には何もない。なんもないのか。となると何をすればいいんだ？カーテン？カーテン？あ、外出た。まあ、特に出れないよね。ん？もうすることなくない？適当に入力してみた。ヒント猫。ん？パスワードヒント猫。ね、猫か。小学生の頃に引っかかれて以来、俺は猫が大の苦手だ。さあ、よしよし、これで全部一通り揃ったよと、3の4部屋を調べるクリア。さあ、これでツイッターにだいぶアップしたから、まあまあ友人たちからいっぱい連絡が来てるはず。ああ、空からまたって言われてる。また？ああ、しかも俺だけじゃなくて、サヤも一緒なんだ。周りを見ないからすぐそういうのに巻き込まれるんじゃないの？え？空がいつもと違うような。いや、空もね、困るよ。だって3回目はちょっとさすがにねって思うよ。なんかごめん。怒ってる？ちょっと、何に対して謝ってるの？何やらかしたの？なんか怖い。いや、ただ空が怒ってるように見えたから謝ってみたんだけど。とりあえず謝るって反省してなくて口だけってことでしょ？そういうのはやめて。それに謝るようなことしてないんでしょ？うん。なら別にいい。うんとは言ってみたものの、伸び比べの後の記憶がまるでない。俺なんかまずいことやったのか？空の機嫌が良くない。いやー、さっきの日向のなんか発言もあったし、空を疑っちゃうな。竹内、私が一度でもふざけたことがあったでしょうか？そんなことするわけがない。わかったわかった。それより部屋からうめき声が聞こえるんだけど、なんだと思う？それは非常にデンジャラスですね。あうーってな、聞こえるんだ。正体の見えない声。私は比較的なものは信じません。必ずその正体はつかめるはずです。声が聞こえる方向にフォーカスを当ててみてはいかがですか？なるほど、一理ある。少し怖いけど、声のする方向に近づいてみるか。はいはいはい。声の近づく方を調べてみようと。さあ、そして、竹内。おい、マジかよ。え？こいつはやべえぞ。何が？俺はこの事態に見覚えがある。とにかくやべえ。やべえやべえって何なんだよ。あっと、サイコパシーゴーンクレイジー。俺変えることはグッドラック。それだけだ。桜木が送られてきたな。フィッターの記事へのリンクのようだ。何なんだよ一体。一応後で見てみるか。今見たい。今見たいけど、先にあれか。
猫を見つけろってことか。そら一体どうしたんだろう。とはいえあんまりしつこく追求すると余計怒らせてしまう気がする。今は少し時間を置いて様子を見るか。あ、そういえば桜木のやつ一体何がやべえなんだろう。世界中の狂気的な殺人鬼の情報をお届けするアカウントですか。このアンカーを通し喋ればやべえの意味がわかるのか。アットサイコパスゴーンクレイジー。はい、殺人鬼、あのメモ書きとどう関係があるって言うんだ。投稿内容を調べる。あのメモ書き、何か重要な手がかりに違いない。怪文書の放火はジェイミー・ダーマン。ターゲットに怪文書を送りつけ誘拐して空き家に放り込み火を放つ狂気の殺人鬼である。はあ、まさに。これってまさか嘘だろ。このメモ書き、今の状況は全部殺人鬼の仕業だってことかよ。こんなところで死んでたまるか。ここから出て助けを呼ばないと。殺人鬼を手から逃れるべく高い堀を必死によじ登った。もう少し堀の手に頂きに手をかけた時だった。ギーギー、扉が開く音が鳴った。さあ殺人鬼が帰ってき、恐怖に手を取られた拍子に俺は手を滑らせ転落し、硬いコンクリートに体を打ち付けられた。そら意識は朦朧とする中で恋人呼んだが、突然現れるはずもない。あう、ただ最後にあのうめき声が聞こえてきました。殺人鬼の幻影。あー、今は見ちゃダメだったんだ、ツイッターの情報。あー、じゃあ実家からはあれか。はい、それではですね、まあ、今回ここまでで終わりにして、次回はですね、まあ、殺人鬼のツイッター、フィッターを見ないでちょっと他の音鳴る方から探していきたいかなと思いますので、よければまた次回もご視聴ください。はい、それではありがとうございました。